歴代史第114章。ツロの王ヒラムはダビデの王宮を建てるため、ダビデのもとに死者と杉材、石工、木工を送った。ダビデは主が自分をイスラエルの王として固く建ててくださり、主の民イスラエルのために自分の王権が高く上げられていることを知った。ダビデはエルサレムでさらに妻たちを迎えた。 ダビデはさらに息子たち、娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれたこの名は次の通り。シャムは、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エリフェレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ。ペリステ人はダビデが油注がれて、全イスラエルの王となったことを聞いた。 ペリシテ人は皆、ダビデを狙って攻め上ってきた。ダビデはそれを聞き、彼らを迎え撃ちに出た。一方、ペリシテ人はやってきて、デファイムの谷間を襲った。ダビデは神に伺った。ペリシテ人に向かって攻め上るべきでしょうか彼らを私の手に渡してくださるでしょうか主は彼に言われた。攻め上れ、私は彼らをあなたの手に渡す。 彼らはバールペラチムに攻め上り、ダビデはそこで彼らを撃った。ダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラチムと呼ばれた。彼らはそこに自分たちの神々を置き去りにした。ダビデが命じたのでそれらは火で焼かれた。 ペリシテ人は再びその谷間を襲った。ダビデが再び神に伺うと、神は彼に仰せられた。彼らを追って登って行くな。彼らに面と向かわず回り込み、バルサムジュの茂みの前から彼らに迎え、バルサムジュの茂みの上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻めかかれ、神がペリシテ人の陣営を撃つために、 あなたより先に出ているからだ。ダビデは神が彼に命じらった通りにした。彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を撃った。こうしてダビデの名声は全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐れをもたらされた。